今日はこの曲初合わせやな。どんな感じになるんやろ、楽しみ。あ、りなちゃんお疲れ、元気？あ、お疲れ。私これの前の仕事がさ結構長引いて、じゃあそろそろやろっか。私さ最近ほんと忙しくてめっちゃ仕事あってさ、で全然お呼びできてなくてほんと弾けないんだけど、ごめんね。今日でも初見で、うん、いけると思うから、じゃあ初見でやってみよっか。うん、初見で。お仕事いっぱいおめでとう。というか仕事に影響がある場合、そんなにたくさんのお仕事はお引き受けにならない方がおよろしいのではないかと。え、最初もうちょっとゆっくりじゃない？この曲すごいゆったりから始まると思うんだ。ちょっと早いかな、もっともう。あ、そこからなんだけど結構こっち息きついのね。だからもうちょっとそこからは早くで。私は自由に合わせるカラオケか。芸術的に考えてテンポ揺らすとか、息継ぎの問題で時間が必要とかはわかるよ。いきなりゆっくりなったり早なったり、自分のことしか考えずにテンポ変えたら変やで。全ては芸術のためであれ。なんかこれちょっと難しいね。ちょっと今お読みしてみるわ。ちょっと待ってて、ごめんね。ゆっくりしてて、本当に。あ、これ何の時間？てか思ったんだけど、この曲いる？いらんくない？プログラム的にも時間結構十分だし、この曲カットで、カットでってなんやねん。大将、いつものみたいなノリで言うな。何ですか、あなた私のことを。楽譜に手をかざすだけで暦ができちゃう魔術師か何かとお間違いでしょうか。私が才能不足なだけかもしれませんが、しっかりたっぷり時間を使って暦をさせていただいておりましたが、ちょっと理解ができなさすぎて頭の中がラソファレミネスト状態なのだが、あとアンサンブル素直に楽しみにしてた私の心のワクワクを返せ。いやー、りなちゃんとの本番めちゃめちゃ楽しかったわ。また一緒にやろうね。断る。